ギボ先生2。皆さん、じゃあ、さあ、今日は、流的実践編をやってみました。デンサー節、八重山のね、民謡、早田恵美さんと一緒にお届けしましたが、伴奏楽器としての笛を入れるときのコツやポイントを少しね、単体で弾くときはね、そんなにこだわらなくてもいいんですけど、三線、そして歌、民謡に合わせて弾くときに、流的を入れる場合、いくつか注意するポイントがありますので、そこをちょっと、紹介します。はい。一つ目の大事なポイントをね、笛というのは決まったキーになりますので、歌い手さんが歌ってるキーにまず合わせましょう。歌う人が C で歌うっていう場合は C の笛を準備する。B で歌う場合は B の笛を準備する。当たり前ですけど、その歌い手さんがね、その女性であったり男性であったりするときに、キーが全然変わってきますので、その歌い手さんの歌うキーの笛をまず準備しましょう。当たり前ですけど、結構大事なことです。そして歌い手さんによっては、練習のときは B でやってたけど、本番は C でやりたい、C シャープでやりたいっていう人結構います。私もそうです。そういう方たちのためにいろんなキーの笛を準備しておくっていうのが大事ですね。で、さらに言うと、そのキーに合わせた後吹いていく中で、笛っていうのは結構個体差がありますので、C の笛で合わせても、ちょっとこう、高めの笛だったり低めの笛だったりします。その笛が。だからそれに合わせて三線の方にチューニングをしてもらったり、まあ笛の吹き方で、高さ低さをつけることもできますので、それをね、事前に練習しておきましょう。例えば、吹き方でちょっと高めに吹いたり、低めに吹いたりってすることはできますね。吹き方に、その方の高さに合わせて吹いてみる。これも大事ですね。二つ目のポイントは、三線や歌の演奏より、早くなってしまわないようにするコツやポイントですね。その音程、次の音程を知ってても、歌や三線より早く音を出しちゃうと、歌い手さんが、演奏しづらく、歌いづらくなっちゃいますので、演奏している人の歌や三線よりも、まあ、同時かもう遅い感じで入れると、歌いやすいかと思いますので、そこを気をつけてみてください。三つ目ポイントは、地方をするときに伴奏する笛や、まあ、民謡に笛を入れるときに、歌の箇所は、歌のメロディーを弾く。
で、歌のない間奏や、前奏、後奏の場合は三線の音に合わせて音をなぞるように弾いてください。基本的にね。それをやった後に、まぁ、ちょっと崩していったりっていうことはするんですけども、基本的には、三線だけの、どころは三線のメロディーを入れる。で、歌に入ったら歌のメロディー。歌に入ると三線と歌が違う音程の箇所があったりするんですけども、そういう時は歌優先で、歌のメロを笛で、なぞってください。三つ目でした。ちなみに、今やった連鎖節のキーは BEB のキーですね。3と言われる、キーでやってますので、その笛を持ってる方はそれで練習してみてください。はい、今日はね、笛、流的の入れ方実践編、伴奏として入れる時のコツやポイントをやってきましたけども、笛単体でね、弾く時は結構自由に弾いたりしていいんですけども、伴奏楽器としてその三線、歌い手さんに入れる時はいろんな結構決まり事があったりしますので、ぜひね、その辺を気をつけて、で、この繰り返しこの動画をね、見ながら練習してみてください。ギボ先生でした。チャオ！元気で！